こんにちは、花屋龍馬シリーズをご覧の皆様、速稼塾の久保です。今回花屋龍馬さんの、お悩みといいますかね、怒りとかっていうのが動画の方で放送されてました。具体的に言うと、自分の作ったコミュニティとか自分の発信媒体にいろんなコメントがつくんですけども、その中でね、コメントをつけてる人に対してのバッシングというのをしつこくするやつがいるということだったんですよ。私たちはね、発信者として私たちは批判を浴びるのは仕方がないんですけども、そのコメントに対してね、何かこうやっかみを入れるとかね、攻撃をするっていうのは、これは発信者としてはかなりね、憤るところだと思います。ただね、今回私はね、それでもね、誰のせいでこうなったんだっていうところにまずは立ち返って、そのための放送とお詫びをする必要があるかなと思います。まずはね、これどういうことかっていうと、どうしてね、例えばコメントをした人が A さん、そのコメントに対して攻撃をするのが B さんだとするじゃないですか。B さんというかね、 B っていうやつだとするじゃないですか。そうするとね、もともとはなんでこれが起きたのかっていうことは、私が発信したから、それによって反応した人がいろんなトラブルに巻き込まれていく、もしくはトラブルを起こすってことなんで、発信者の自分のね、やっぱりこう未熟さにこのトラブルっていうのが起きてるんだなっていうふうな形で、それはお詫びと反省をするところが大きいなと思いますね。私自身いつもそういうふうに考えてます。自分に対してくだらないコメントが来るとしたら、発信してる自分のその反応があるからなんですよ。これはね、昔マーケティングの神様が、ケネディだったかな、ジョン・ケネディ、誰だか忘れちゃったんですけども、コピーライティングのマーケティングの神様が言ってたんですけども、どんなお客さんが来るかはあなたの発信によるんだよっていうことなんですよ。だからね、自分に対して変な人が集まってくるってことは、お前の発信が悪いってことなんですよね。ですんで、今回ね、厳しい現実としてあえて申し上げますけども、花屋龍馬さんなら分かってくださると思いますけども、花屋龍馬さんが発信したことによってそういう人を呼び寄せたってことなんですよ。ですんで、自身としても発信の質を変えていかないといけないなっていうふうな学びに立ち返るところが一つなんですよね。で、もう一つやることっていうのは、当然ですけども、かといって起きてしまったことをどうするって問題がありますから、私の場合でしたら、どんなトラブルが起きてるのかってことをきちんとね、それをネタにして動画にしますね。で、それに対して徹底的に自分が善悪をジャッジします。私の放送ではこういうこと起きてほしくないんで、何々さんにはもうね、出ていってほしいってこと申し上げます。そして、攻撃された人に対しては圧倒的な擁護とね、もう最後まで私は味方についてるということで、もうより強固な関係を超ひいきしていくって感じですかね。でもね、とにもかくにもね、こういうことって避けられないんですよ。で、どういう方法が真っ当なのかっていうのも、これ正解もないです。というのが、100例をさばいてきても101例目っていうのは全く別のトラブルだからなんですよね。同じ人が起こしてるわけではないんですよ。で、A さんと B さんっていうのは入れ替わるんですよね。変わらないのは自分発信者だけなんですよ。ですので、どこまで行っても発信者の質によって起きるトラブルの種類も変わってくるというふうに考えなくちゃいけないんで、 A さんに対しては私の発信が未熟だってばかりに悪い思いをさせちゃって申し訳ないと、これからはね、A さんの不快感を払拭できるようにもっともっと大きな人間になっていきますみたいなことをね、宣言するとかね、そういう姿を皆さんに見ていただくことだと思うんですよ。そうするしかないんじゃないかなと思いますね。で、花屋龍馬さんもね、これから発信者としてもっともっとね、やばいトラブルにどんどんこう巻き込まれると思いますよ。それこそね、住所特定とかね、朝飯前にやってきますからね。いちいち特定すんなと思うじゃないですか。なんかね、特定するのがね、好きな人がいるんですよね。これはファン心理なのか、やっかみなのか、なんとも言えないところですけども、私も年間でね、100人以上の方を、自分のね、自宅にお招きするんですけども、これ、なんか悪意のある人がよく来なかったなと思うんですよ。でもこれは、自画自賛じゃないんですけども、すべて自分の発信により、会いたいという人が決まるんですよね。会いたいっていう人の中には、好意的に会いたい人と、傷つけるために会いたいっていう人がいますんで、それをより分けるためにね、自分は何者なのかってことを、自分の中の善悪をいつもマインドセットをね、発表しておかなくちゃいけないと思います、これは。花屋龍馬さんの言ってることってのは、きっと多くの人の心を捉えてると思いますけども、曖昧であればあるほど、このトラブルって起きるんですよ。ですんで、結論ね、好き嫌いをはっきりする放送をいつもすることなんですよ。こいつらは許せねえみたいなね、私は人っ
ていうかね、権力を攻撃する、ね、権力ですよ、権力を攻撃するね、そういう風な放送はあのマスメディアの一員としてやらせてもらってます。マスメディアっていうかね、あの単なる個人メディアですけども、パーソナルジャーナリストとしてさせてもらいます、権力に対してはですよ。でも麻生財務大臣という地位についた人に対しては攻撃するけども、麻生太郎っていう人個人についてはいいおっちゃんとしか思ってないんですよ。まあですね、あの職位にいるから最悪なわけであってね、財務大臣と麻生太郎がこう結びつくとダメ、二階幹事長も二階さんっていう人と自民党の幹事長が結びつくからダメ、でも二階さんっていうね近所のおじいちゃんみたいになったら、どうもおはようございますみたいな感じで、お茶でも飲みますみたいな感じなんですよ。権力に対しては私はもうね、その権力の使い方、権力っていうのは人の命を左右しますから、権力についてはこれからも厳しく追及してね、時にはあのげんこつを落とすような発言もしますけども、それが私の好き嫌いがはっきりすることですね、はっきりするところですよね。でもどんな人が好きなのかとか、どんな世界を作りたいのか、要するに即家塾っていうのは家族を広げる思想ですからね、うん、で、お金の問題解決をするっていうのがその真ん中にあるわけなんですよ。これをいつもはっきりさすこと、それから私が導いていけるのは、40歳からでも隠居暮らしを作っていける、40歳から全くゼロからパソコンとかスマホでスタートして、48歳の今はね、もう隠居暮らしなわけですから、で私3年で借金問題とか住宅ローンの問題とか片付けてるわけなんですよ。これすごいですよ、住宅ローンがないわけですよ。私は48歳にして住宅ローンがないと、40からお金がないところから始めて48歳に住宅ローンないと、8年間で全ての問題解決したわけですよ、住宅ローンに関してはね、うん、でそう考えると住宅ローン35年を払うっていう苦痛は私は知らないわけですよ、うん、だからちょっと話飛びましたね、ちょっと戻しましょう、すみません、住宅ローンの話になっちゃいましたけども、うん、まあ好き嫌いをはっきりする放送をいつもすることじゃないかなと、まあいつもじゃなくていいんですけど、たまにはね、たまには今回はあのこの人を攻撃させてもらいますみたいな感じでね、まあ人じゃなくってその地位とか権力に対してはメスを入れるってことですけどね、個人攻撃はやっぱりつい出ちゃうんですけども良くないと思いますね。ただね、個人攻撃をする人を、まあ抑制する意味で今回みたいなことが起きたら、こんな発信どう思いますって問題提起ありますね。もちろんあのアカウント名とかをちょっとね隠して配慮した段階でですよ。でそうすると嫌がらしいコメント書いてる人も意識するわけですよ、うん、でそのコメントを書いた人からすれば、花屋龍馬さんは大いに影響力のある人なんで、まあ、一定の距離を置くんじゃないかなということでございます。だからね、まとめて言うとね、あの代わりに戦ってあげるってことですよ。代わりに戦ってあげてください、表現者なわけですから。でしかもそれもずっとネタにしておいて、民意をね味方につければいいんじゃないですか。花屋龍馬さんがあの悪に加担してるというふうにはとても思えないですからね、うん、だから自分のファンを守るために戦ってくれる姿を期待してるんだと思いますしね、まあ、それでやってみてください。じゃあ行ってらっしゃい。